島の奥に進むにつれて夏の日差しが遠ざかっていく。どことなく肌寒さを覚えたアリスはふるりと肩を震わせた。隣を歩いていたドロシーはその様子に瞳を輝かせる。ねえ、こんな話知ってます？カカシから聞いたんですが。友達と訪れた島、絡みつく謎の視線、消えた友人、島の奥で見つけた洞窟。少し似てますね、とドロシーは笑う。しかしその瞳はひどく冷たい。アリスは知らずに唾を飲んでいた。彼らがその洞窟に入ろうとした時です。暗闇からドーンと恐怖に打ち勝つ力、ナイトメアか。無駄に怖かった。そうはしたな。あれれ、怖かったんですか？私は怖がってなどいない。私だって。みんな怖がりですね、兄様。